った上位5番の結果からお伝えしていきます。サトル富士に貴健斗、寄り切りで貴健斗2勝1敗、サトル富士1勝2敗。海星城に極海遊、下手ひねりで海星城3連勝、極海遊2勝1敗。黒姫山に大翔丸、寄り切り黒姫山1勝2敗、大翔丸3連敗。朝白龍に若野翔、押し出し若野翔2勝1敗、朝白龍1勝2敗。草野に悪は上手出し投げ、草野2勝1敗、悪は1勝2敗です。十両に入ります。琴栄峰に大翔海、寄り切り大翔海6連勝、琴栄峰3勝3敗。幕下の小原に大青山、上手投げ大青山3勝3敗、小原4連敗。名場為に青錦、寄り切り新十両青錦5勝1敗、名場為4勝2敗。千代丸に大野翔、寄り切り大野翔2勝4敗、千代丸は6連敗です。富士星雲に新十両若碇、寄り切り富士星雲5勝1敗、若碇1勝5敗。大翔鵬に栃大会、突き出し栃大会5勝1敗、大翔鵬2勝4敗。白鷹山に水戸龍、送り出し水戸龍3勝3敗、白鷹山3勝3敗です。幕内後半の土俵を見つめます。勝負審判5人が入ってきました。続きをお伝えします。秀ノ海対東白龍は、東白龍今日から休場、秀ノ海不戦勝です。秀ノ海1勝5敗、東白龍2勝4敗。紫雷に大奄美、押し出し大奄美3勝3敗、紫雷3勝3敗。友風に剣翔、寄り倒し剣翔5勝1敗、友風4勝2敗。志摩ノ海に玉正鳳、はたき込み玉正鳳4勝2敗、志摩ノ海2勝4敗。時刻は5時になりました。ニュースは土俵上、この後行われますローガと翔猿の一番の後にお伝えします。続きです。島津海に輝、押し出し島津海3勝3敗、輝2勝4敗。白熊に北の若、寄り切り白熊2勝4敗、北の若3勝3敗。金峰山に白鷹鵬、突き出し金峰山の勝ち、5勝1敗、白鷹鵬3勝3敗です。土俵に幕内後半の一番、ローガと翔猿が上がりました。今日の幕内前半の結果です。朝光龍に獅子、下手投げ朝光龍3勝3敗、獅子2勝4敗。十両の嘉陽に5連勝の大野勝、寄り切り大野勝が6連勝です。嘉陽4勝2敗。武尊富士に千代翔馬、押し出し武尊富士4勝2敗、千代翔馬3勝3敗。錦富士に武将山、押し出し武将山1勝5敗、錦富士1勝5敗。湘南の海に時早手、上手投げ湘南の海4勝2敗、時早手2勝4敗。竜電に玉鷲、押し出しで玉鷲が勝ちました。3勝3敗。明日が40歳の誕生日です。竜電は2勝4敗。北勝富士に一山本、はたき込み一山本4勝2敗、北勝富士1勝5敗。宝富士に佐田の海は、寄り切りで宝富士4勝2敗、佐田の海3勝3敗。高安に明生、突き落とし高安、物言いがつきましたが軍配通りです。3勝3敗明生、3勝3敗。翠富士に遠藤、1分9秒の長い相撲になりました。寄り切りで翠富士の勝ち、3勝3敗遠藤3勝3敗。そして豪ノ山と坂ノ翔は突き落としで豪ノ山が勝ちました。5勝1敗豪ノ山、そして坂ノ翔も5勝1敗です。この後狼雅対翔猿、琴勝峰に御嶽海、欧勝馬に錦木、宇良に王鵬、正代に若元春、平戸海に霧島、大栄翔に修羅の海、大関豊昇龍に熱海富士、阿炎に大関琴桜、そして大関大の里に若隆景です。なお先ほどお伝えしました東白龍休場ですけれども、今、私どもの手元に診断書が届きました。東白龍ですけれども、右肘のロッキング、そして右肘の周囲の筋挫傷ということで、今日から2週間の休養を要するということです。なお師匠によりますと、どうでしょうか、病院に行く前の談話ではありましたけれども、再出場の可能性も示唆していましたが、ちょっと、まだ状況は分かりません。さあ土俵上は2勝3敗の狼雅と3勝2敗の翔猿です。制限時間いっぱい、式守勘太夫待ったなしを館内に告げました。2勝3敗の狼雅、そして3勝2敗の翔猿、初顔の一番です。左の前回し狙いの狼雅に対して翔猿はどう立つか。
立ち上がりましょう。少し翔猿が右に変化して小手投げに行きましたけれども、ローが残しました。ローミがカイナを抱えましたが引き落としました。翔猿、翔猿の勝ち。初顔の一番は翔猿が勝ちました。翔猿が今場所4勝目の勝ちなのです。立ち合いから少し翔猿が右にずれるようにして、ローガが左前回しを取る、その左手を抱えて小手に巻いていきました。これで一旦体が離れて、その後翔猿が下から下から押していきます。ローガが何回か左の前回しを狙っていくんですけれども、それに対して翔猿はローガの右カイナを抱えてさっと引くようにして、ローガを土俵に這わせました。まだ決まり手は発表になっていませんが、翔猿が勝って4勝2敗、明日が錦木、ローガが敗れて2勝4敗で明日が高安です。それでは時刻は5時を回っていますので、ニュースをお伝えします。防衛省は有人の哨戒機で行っている警戒監視などの任務を無人機で代替するため、試験的に運用していた大型の無人機を正式に導入することを決めました。23機を調達する計画です。防衛省が導入を決めたのは、アメリカの防衛企業が製造する大型無人機のシーガーディアンです。全長はおよそ11メートルで、地上から操縦を行い、最大で24時間飛行を続けられ、海上自衛隊が青森県の八戸航空基地を拠点に、今年秋にかけて試験的に運用していました。その結果、有人の哨戒機で行っている警戒監視などの任務を無人機で代替できることが確かめられたとしています。防衛省は機種を選定するため各企業から提案を募ったところ、先月までにシーガーディアンしか応募がなかったということで、改めて性能の評価を行った上で正式に導入することを今日決定しました。1機あたりの値段は付属品などを合わせておよそ120億円で、2028年度に最初の1機が納入され、2032年度をめどに23機を調達する計画です。配備先は未定だとしています。自衛隊をめぐっては、昨年度の自衛官の採用者数が計画の 50% 余りにとどまるなど、人手不足が深刻化していて、防衛省は無人機の導入を進めていくとしています。ニュースをお伝えしました。今日から中盤戦に入りました大相撲の九州場所、幕内後半の相撲が進んでいます。引き続き後半も舞の海秀平さんの解説でお伝えしていきます。土俵上は1勝4敗の琴勝峰、3連敗中ではありますが、今日で通算出場500回の節目です。対するは3連勝中の御嶽海、4勝1敗という顔合わせです。まだ制限時間いっぱいにはなっていません。今日はこの後大関戦で言いますと、5連勝の豊昇龍に熱海富士、4勝1敗の琴桜に阿炎、そして4勝1敗新大関大の里は結びの一番で若隆景との対戦です。今日の大関の対戦相手はいずれも先場所その大関を破っている、その今日の対戦相手を破っているという大変楽しみな顔合わせです。土俵上制限時間いっぱいです。1勝4敗の琴勝峰、4日目の相撲で左膝が少し内側に入るようにして倒れました。その左膝にはテープが巻かれています。これはもう以前から予防も含めて巻いているものではあります。対するは御嶽海です。大きい相手にはもろはずにかけるような動きもありますし、中に入るような立ち合いも光ります。待ったなしの声がかかりました。先場所は琴勝峰が小手投げで勝っています。中に入った御嶽海に対して右からの小手投げ、制限時間いっぱいです。1メートル90センチを超える琴勝峰、拳を下ろしました。遅れて御嶽海です。立ち上がりました。琴勝峰が左で張るようにして前に出ていきました。押し出し、いや御嶽海に軍配が上がりました。土俵また土俵落ちるところで逆転がどうやらあったようで、神田雄はさっと軍配を御嶽海に上げました。しかし今土俵下に落ちた御嶽海ですが、仰向けに倒れたまま起き上がることができません。ドドドッというちょっと大きな音が館内に響いて、今館内は静まり返っています。肩ですかね。肩ですか、
ものすごい勢いで土俵下に落ちていきましたから、はい、肩を打ったのかもしれませんね。軍配をもらったのはその今土俵下で今倒れて動けない御嶽海です。まだ立てません。今東の土俵下に左側の体の側面を倒すようにして倒れていますが、その周りに、呼び出しですとか、そしてかなり多くの親方衆が集まってきました。そして車椅子が今東の花道から入ってきました。まだ立てません、まあ、これはちょっと動かさない方がいいという判断もひょっとするとあるかもしれませんが、そうですね。そして今軍配をもらうことはできませんでした。攻め込んでいきましたが軍配はもらえなかった琴勝峰は今一旦土俵の下、白房下で今体の汗を拭っているところです。そうですね、今赤いビブスをつけた理学療法士の方も今見ていますがどうでしょうか。まだ車椅子は運ばれてきていますがそれに乗るには至っていません。あ、今担架が今運ばれてきました。東の花道からの対角線上にあります正面側の、あの通路から担架が運ばれてきました。ちょっとこれはどうでしょうか。いわゆるストレッチャーと呼ばれる体を横にしたまま運ぶことができる器具が持ち込まれました。起き上がる、自力で起き上がることができないんですね。確かにちょっとですね、あの土俵下の桟敷席と溜まり席とこう土俵の間のちょっと床が硬くなっているところでもあるんですけれども、はい、そこに落ちていきましたのでかなり大きな音が響きました。今親方衆が 7,8 人集まって今これからひょっとすると御嶽海の体を運ぶ算段を今考えているのかもしれません。そして今呼び出しが今通路に控えていました写真のカメラマン、報道のカメラを持った報道の人間を一旦ちょっと道を開けてもらうようにと促しまして通路をまず確保しました。ちょっと今親方衆の陰に隠れて御嶽海の姿を放送席から捉えることはできませんが、今満員御礼の福岡国際センター館内の観客が今その様子を見守っているところです。今相撲の方はですね、立ち合いから琴勝峰が右手を出して左差しを狙いながらもう大きな体を生かして一気にドドッと前に出ていったんですけれども、土俵際俵に足がかかって東の土俵虹口のあたりで、あ、御嶽海がどうやら逆転のいなしを見せたと思います。今ちょっと大きな声が聞こえましたけれども、ひょっとするとこう体を担がれた時にやはりどこかに激痛が走ったのか、御嶽海の声かもしれません。あ、そして今ストレッチャーに御嶽海の姿が体が乗せられまして、どうやら今東の花道側を下がっていくようです。仰向けの体勢です。今体をしっかりとこうベルトで固定をしながら横にさせられた御嶽海の姿が東の花道を下がっていきます。少し傾斜がついている花道ですけれども、そこを慎重に下がっていきます。その姿にどうやら今拍手が送られているようですが、ちょっとこれは心配です。そして今勝者がいない中で今勝ち名乗りが今行われました。土俵際で御嶽海の突き落としが決まりました。しかし勝ったその御嶽海の姿はもうすでに土俵上にはありません。敗れた琴勝峰が正面に相手がいない中で礼をして花道を下がっていきました。あ、今ラジオ放送席にありますテレビ画面の中では今の取り組みがスローモーションで今流れているところです。
私右手を出してと言いましたが、どうやら琴勝峰はまず普通に左差しに、行ったようです。そしてその体、大きな体を生かして琴勝峰が左差しを生かしながら前に出ていきましたが、最後御嶽海が右からの突き落としで逆転をしました。ただその後です、土俵下に御嶽海が倒れていく際に左手を使って体をかばいに行ったんですね、どうやらそのあたりでおそらく肩のあたりか、そうですね、はい、落ちた時に肩を触ってましたね、はい、左肩、これはちょっと御嶽海は状態が心配されます。これで御嶽海は4連勝として5勝1敗となったんですけれども、ちょっと状況を考えると明日からの出場はもうこれは極めて危ない状況と言わざるを得ません、はい、そうでしょうね。肩の痛みってこれはね、はい、ものすごい苦しいんですよね。ちょっと私は経験がないので、私は次元は違いますけど、はい、最近五十肩で、よく腕が上がらなくなるという、そうなんです、はい、それだけだったらいいんですよ、寝れないんですよ、痛くて横になっていてもですか、横になっても座ってももう激痛がずっと続くんですね。ですからもしかしたら御嶽海をもう少しでもこう動いたらかなり痛みが走る状態だったのかもしれませんね、まあ、それといつもこう土俵下に落ちていった時にこう怪我をする力士を見て感じてたんですけれども、やっぱりこう力士の大型化、これでやっぱり自分の体重、自分の重さで怪我をしているところもありますからね、支えきれなくなってしまっているんですか、はい、小林さん、はい、その御嶽海ですけれども、はい、担架上のストレッチャーで運ばれたところはですね、確認できたかと思いますけれども、はい、ちょっとですね、我々もどこなのかというのは全く確認できなかったんですが、結局医務室に向かいました、はい、でそこから若い者頭の情報だと左の腰ではないかということでした。腰、はい、本人はずっと目を閉じたままだったんですが、その後医務室の中では会話をしていたということだそうです。今救急車が呼ばれています。腰、なるほど、まあ、ちょっとこのあたりは正確な情報が入ってくるのをもう待つしかありません、はい。お伝えしますと、御嶽海は5勝1敗で明日が一応隆の勝戦が組まれています。琴勝峰は1勝5敗で明日が美ノ海です。さあ次の一番が制限時間いっぱいです。1勝4敗の欧勝馬と5連敗の錦木です。ちょっとまだ館内は少し静まり返っています。行事は変わって黒の装束、木村久之助、軍配内輪を返しました。制限時間いっぱいの立ち合いです。立ち上がりました。とまだ欧勝馬が突っかけてしまいました。錦木は十分に手を下ろしていませんでした。制限時間いっぱいから立ち合い2回目です。前回しを取ると前傾の姿勢があります欧勝馬、ただなかなかその回しは十分に今場所引けません。さあ立ち上がりました。左の前回し取れません。錦木が圧力をかけて前に出ていく。左からの押っつけ、そして中に入っている欧勝馬、左の上手を下手を引きました。これで少し欧勝馬形が良くなりました。巻き替えに行きました。しかし錦木も右を巻き替えて左の上手を引いた。寄り切り向正面方向、錦木の勝ち。錦木が今場所初白星、1勝5敗です。立ち合いから正面土俵方向で欧勝馬が右左の前回しをやはり狙っていったんですが、錦木がそれを押っつけるようにしてまず嫌いました。しかし欧勝馬下がりながらではありますが左の下手に手がかかりました。左四つの形を作りました。そして欧勝馬がなおも形を良くしようと右の巻き替えていったんですけれども、その刹那錦木も逆に右から巻き替えて右四つの形、左も上手を引いていました。あとは大きな錦木、体重差は20キロほどありますけれども、その大きな体を生かして向正面方向に欧勝馬を寄り切りで破りました。少しこう錦木今場所元気がなかったんですけれども、はい、まあ、今日は四つ身の攻防で欧勝馬を破りました。さすが、ね、にこの胸が入ればですね、錦木も力を発揮しますよね。
うまく相手に早く素早く動かれてですね、はい、力をこうかわされると脆いんですけどもね、うん、今日のようにガチッと組み合うとやっぱりこう上手からの引きつけ強いですね。さあこれで少し流れが変わるでしょうか。今日は5連敗としていた武将山も今日は勝ちました。錦木が今場所の初白星で1勝5敗、明日が翔猿です。欧勝馬1勝5敗と変わって明日が若隆景との一番です。さあ変わって館内は今度はにわかに盛り上がりまして、どうやら浦の応援団がかなりこの館内を占めているようで、浦のしこ名が桃色でデザインされています。その手ぬぐいを横に掲げての観客の姿がかなり数多く見られます。浦対王鵬です。それでは明日7日目の取組、十両からご紹介していきます。東白龍が休場となりましたので明日の十両は13番です。若い狩りと千代丸から始まります。青錦と土地大会、琴栄鵬に藤青雲、6連勝の大翔海に大翔鵬、大奄美に大青山、水戸龍に名ばため、大野翔に剣翔、秀ノ海に白鷹山、紫殿に嘉陽、白熊に友風、輝に白鷹鵬、島津海に金峰山、そして北の若に島の海です。土俵上では浦と王鵬が仕切りを重ねています。幕内の取組もご紹介します。玉正鳳に武将山、大野勝に武富士、6連勝大野勝と武富士、千代翔馬に獅子、朝光龍に湘南の海、錦富士に佐田の海、北斗富士に時颯、竜電に宝富士、一山本に明生、緑富士玉鷲、狼雅に高安、遠藤に豪ノ山、隆の勝御嶽海が組まれていますがちょっと御嶽海が心配です。翔猿に錦木、美ノ海に琴勝峰、若隆景に大勝馬、若元春に王鵬、平戸海に大栄翔、霧島に正代、浦に大の里、浦に大の里、阿炎に豊昇龍、阿炎豊昇龍、そして琴桜に熱海富士が明日の結びの一番です。1勝4敗の浦と2勝3敗の王鵬です。前回の対戦では浦が王鵬の突き放しに対してその腕を手繰ってとったりで破りました。待ったなしの声がかかりました。浦は両膝頭に手を置いて中腰の体勢、もう王鵬は立てる体勢、両拳を下ろしています。立ち上がります。立ち上がりました。まっすぐ行きました。王鵬右のかち上げで起こしに行きます。そこから突き放し、浦も正面から押し返していきます。下から下から手を出す。一回王鵬引きましたが思い直して突き返していく。浦が叩いた。そして中に入った。下から押した。押し出し、浦の勝ち。決着は白で勝ちた。よく回り込みました。福岡国際センターの館内で桃色のタオルが上に下にそして右に左に揺れ続けています。土俵下、浦は涼しい表情。まず立ち合いで王鵬が右のかち上げのような肘を畳むような体勢でまず浦を起こしにかかりました。そこからは突き放し、浦はなんとかそれを下から下から手を出してあてがっていくんですけれども、王鵬がその度に相手を正面に置きながら突き放していきます。しかし浦の手が左が入ったところで王鵬が少し叩く動きがありました。そこから出ていったんですけれども、浦が俵に足がかかりながら右に回り込んで何かこう相手の体にしがみつくようにして相手の横に回りますと王鵬体勢が入れ替わりました。そうしますと低い浦が王鵬の大きな体を上に下に突き放していって、最後は決着白ぶさした決まり手を押し出しで破りました。今日は浦がよく頑張りました、はい、頑張りましたし気迫を、ね、もう前面に出して戦いましたね、はい、押されるだけではなく自分でもこう果敢に押し返していきましたし、そして最後土俵際詰まった時に浦独特のですね、こうしゃがむ動きが出ましたよね、はい、しゃがみながらもさすがだなと思うのはこの王鵬の足を取りに行くんですよね。なんかこうしがみつくと言いましょうか、渡し込むようにして足を取りに行ったわけですね、はい、はい、
まあ、足は取れませんでしたけれども、これで、ま、うまく回り込んで王鵬のバランスを崩しましたよね。いや、うまい相撲を取りましたね。今花道を下がっていきます。桃色の締め込みの裏、その裏に対してその締め込みと同じ桃色のタオルを掲げていた館内の観客が大きな声援を送りました。宇良連敗が止まりました。2勝4敗で明日が大関大の里戦です。王鵬2勝4敗で明日が若元春です。宇良の相撲に館内が沸きました。代わって土俵は正代と若元春です。熊本県宇都宮市さあ、今日は大関3番が組まれていますが、豊昇龍に熱海富士、阿炎に琴桜、そして大の里に若隆景という相撲が組まれています。少しだけ時間を使って大の里戦結びの一番ですね、はいはい、大の里対若隆景の話も伺っていきますけれども、前回の対戦では若隆景が勝ったんですね。こうあの、なんでしょう、もろ差しの形を作って大の里がはたくんですけれども、若隆景がうまく残して、あとはうっちゃるように大の里と体を入れ替えました、それからさ、一場所2ヶ月が経ったわけですけれども、はい、今場所の相撲も考えてどう考えますかね。そうですね、まあ、これは両者意識する一番ですね。大の里は先場所敗れているだけに連敗するわけにはいかないという気持ちはありますしね、はい、あの若隆景も勝つには勝ったんですけれども、もう追い込まれてなんとか勝ってますから自信にはなってないと思うんですね、また一気にこの突っ張られたらどうしようとか、はい、右を刺されて一気に出てこられたらどうしようかっていう不安はありますよね。そうですか、やはりその右を刺されるかどうか、それを若隆景が押っつけられるかどうか、はい、このあたりはちょっと見ていきたいところですね、はい、この動きをね、大の里の出足を止めると若隆景が有利になってきますよね。今日はその大の里対若隆景が結びの一番です。土俵上が制限時間いっぱいです。1勝4敗返り三役の正代、3勝2敗小結の若元春です。小結び同士の対戦、薄紅色の装束、木村幸之助、黒塗りの軍配うちわを返しました。背筋がピーンと伸びて非常に映える、その姿が館内に今観客の耳目を集めています。制限時間いっぱいです。さあ立ち上がりました。正代の出足だ、左のはず、右からのいなし、右突き落とし、正代の勝ち。今日は立ち合いから正代が押し込んでいきました。押し込んだ後の右からのいなし、右が覗く形でしたね。そうです、正代は突き落として正代の勝ち。ここで交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。はい、東北道の下りは栃木の上河内サービスエリア付近で工事のため4キロ渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面に向かう内回りは埼玉の狭山パーキングエリアを先頭に18キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川の大和トンネルを先頭に14キロ、上りは横浜町田インターを先頭に13キロの渋滞です。首都高速道路の5号線の下りは板橋本町を先頭に10キロ、4号線の下りは高井道を先頭に11キロの渋滞です。日本道路交通情報センター、羽塚でした。応じてですね、もう2本こう軽く刺して押し込んで、そして若元春に目いっぱい残させてからの引きでしたね。ちょうどこう大関に駆け上がっていた頃のあの、根こそぎ持っていくような出足、はい、これが今日は再びまた見ることができました。そうです、はい、正代がこれで2勝4敗と変わりました。明日が霧島戦です。若元春は3勝3敗と変わって明日が王鵬です。
さあ変わって今度は1勝4敗の平戸海と5連敗の霧島。石型平戸海西前頭筆頭長崎県平戸市出身境川部屋東方関脇霧島モンゴルドルドフ県出身音羽山部屋。さあ舞の海さん、はい、霧島がですね初日から5連敗、はい、もう今日もし敗れてしまいますとあと一つ敗れてしまいますと、はい、もう2桁というものもついにこれついえてしまうわけで、はい、どうしましたか。難しい力士ですね。場所前はうまくこう仕上がっているように見えたんですけどもね、はい、蓋を開けてみるとこの負け方が気になりますよね。何かこう、力が出てないと言いますか、バランスを崩しやすいですね。突き放そうという、こう意思は見えると言いましょうか、よく手は出していくんですけれども、手は出していくんですけれども突っ張ってるこう姿を見てもそれほど突っ張りもうまくないんですよね。どこか痛いのか、その痛みによってこうなかなかこう気合が乗らないのか、または思ったように勝てないので気持ちが沈んでるのかですね。さあ制限時間いっぱいです。昨日はいい内容で勝ちました平戸海、両拳を下ろしました。立ち上がりました。いきなり左から抱えに行った平戸海、左の前回しをまだ引くには至っていません。右四つです。霧島が左の上手を探ります。しかし両者ともに取れません。右四つで動きが止まりました。両者ともに下手を引いて土俵中央、動きが止まっています。霧島が上手を探るところで平戸海が右を張って出ていった。右の下手一本引いている。左を追ってまず平戸海が攻めていく。しかし右からの逆転の突き落とし、霧島の勝ち。クローブ差し下で決着。今度は勝った霧島の方が少し足を引きずって、今両膝頭に手を置いて一旦動きが止まりました。そして少々足をかばうようにして肘口に下がっていきました。今立ち名乗りを受けるために尊虚の姿勢を取るんですけれども、その尊虚の姿勢を取るのも少々痛そうです。ただ今の決まり手は下手出し投げ、下手出し投げで霧島の勝ち。最後は右の下手を引いていて、決まり手は下手出し投げと発表されました。なんとか霧島これで初日が出ました。立ち合いから平戸海が少しどうでしょうか、左にずれるようにしたように見えました。うん、そうでしたね、はい、そして何か左の前回しを狙いに行ったんですけれども、それは取ることができずに両者ともに右を差して下手を引いて左は押っつけ合う形になりました。霧島が少し上手を深めに狙いに行くところを平戸海が右の下手を引きつけながら出ていきましたけれども、最後俵に足がかかったところで霧島が右の下手一本を引いていて、右からの下手出し投げ、最後逆転で平戸海を破りました。しかし問題はその後で霧島がちょっとおそらく今度は足ではない、何かこう下半身のどこかではないかと思いますけれども、何度か左のかかとを浮かせるようにしてですね、左足の状態を気にしているような動きが見えました。そうですか。今花道を下がっていきます。勝負がついた後ですね。はい。勝負がついた後、自分が倒れないように足を送った時に、足がこう外にひねってますよね。今そうですね。ちょっとラジオのお聞きの皆さんのためにご説明しますと、下手出し投げで平戸海を破った後に少しこう転がった平戸海を避けようとした部分もあったかもしれませんが、はい、左足を踏み込んだ時に、その左の足首のあたりをこうひねったと言いましょうか、はい、外側に、はい、ひねってますよね。足の裏が内側を向くような形になってひねったように見えますね、はいはい、土俵と平行に足の裏を着地させればよかったんですけども、ちょっとこう内側を見てましたよね。
捻挫ですかね。あ、そうですね、なんとか初日を出した霧島だったんですけれども、ちょっと心配です、まあ、今日は立ち合いですね、あの下手深くさせましたね。深く差してもガチッと引きつけましたから、平戸海はなかなか力出ないですね。強引に平戸海も寄っていくんですけども、はい、もう霧島はこの右の下でがっちり取ってますから残せますね。立ち合いで少しですから平戸海が左にずれていったのがちょっと失敗だったんでしょうか。そうですね、ずれたようにも見えますし、はい、いつものようにこの左の前回しを下からこう取りに行きませんでしたよね。そうでした、はい、昨日などは非常にこう回しにこだわらずにですね、こう体を弾丸のようにしてぶつかっていく素晴らしい立ち合いもあったんですけれどもね。いずれにしましても勝った霧島1勝5敗で正代、明日の対戦です。平戸海1勝5敗で明日が大栄翔と変わりました。さあ土俵上制限時間いっぱいです。3勝2敗大栄翔と1勝4敗の美ノ海。この相撲の後が大関戦です。大栄翔関脇の地位にあって3勝2敗中盤以降星を伸ばしていくことが今後につながる非常に大切です。立ち合いです。さあ立ち合いました。頭と頭でぶつかって一気に大栄翔突き放していく。しかし美ノ海も低い体勢、大栄翔にはたかせた。大栄翔思い直して突き放す。しかし美ノ海右突き落とし、美ノ海の勝ち。美ノ海が関脇の大栄翔を破って今場所2勝目の勝ち名乗りです。立ち合いで美ノ海が左の前回しを取ることができませんでした。それくらい大栄翔の当たりがまず良かったかなと思ったんですけれども、その後に美ノ海が押し返しますと大栄翔が少しはたいてしまいました。大栄翔がそこで思い直して下から下から突き放していくんですが、美ノ海も同じように低い体勢を作って下から突き起こしていっての右から、結局最後は決まり手はたき込みと発表されましたけれども、右から突き落とすようにして土俵中央で大栄翔を這わせました。美ノ海が良かったのをですね、はい、一方的に大栄翔の突っ張りをもらってるだけではなく、自分でも果敢にこのあの頭で当たりながら手を出しながら足を出しながら攻めていきましたよね、はい、これでもう大栄翔は面食らったと思うんですね。美ノ海がこんなに激しい突っ張り持ってるのかと、驚いたでしょうね。確かにあの前回の対戦も実は美ノ海が勝ってはいるんですけれども、それはどちらかというとこういなして、大栄翔の圧力をこう横にずらしながらの相撲だったんですけれども、はい、それに対して美ノ海が果敢に突き返していきました。そうですね、攻めの姿勢が見られました。もう突っ張り合いの形動きを見ているとなんか互角に見えますね。何かこう印象としてはやっぱり突っ張りだと、まあ、大栄翔があのワンランク上かなと思いますね。思うんですけど、今日の相撲を見るとですね、もうそんなことはなかったですね。美ノ海も決して左の前回しだけの力士ではないというところを存分に見せました、はい、そうですね。2勝4敗で明日が琴勝峰、大栄翔3勝3敗で平戸海です。小林さん、はい、あ、大関登場のところですけれども、先ほどの霧島ですね、はい、まあ、今日は思い切って取りましたということと、左足少し気にしていたようですけれども大丈夫ですということですね。そうですか。それとちょうど御嶽海がですね、あの救急車に乗って今病院に向かいました。はい、あの医務室に入るときはストレッチャーに寝かされていたんですけれども、はい、救急車に乗るときは、付き添いの若い者頭や付け人の肩を借りながら自分の足で救急車に乗りましたが、少しやはり足を左足をかばっているような感じの動きです。で、師匠も付き添って、見届けたんですけれども、はい、その師匠が答えたところによると、左の肩と腰ではないかと、そこを痛がっているということですね。肩と腰ですね。肩と腰、はい、まあ、あの落ちた時の衝撃ではないかということですけれども、いずれにしても、詳しく見てもらわなければわからないということでした。はい、佐藤アナウンサーでした。肩と腰、まあ、肩は舞の海さんもおっしゃっていましたが、それに加えて落ちた時の腰、そうですね、ちょっとこれは状態が非常に心配されます。さあ土俵上、5連勝の豊昇龍と4勝1敗の熱海富士の相撲です。
今日はここまで5連勝としていた力士は大野勝は勝ちました。隆の勝は敗れました。そして3人目の豊昇龍が土俵に今上がります。ウランバートル出身立浪部屋東方熱海富士西前頭3枚目静岡県熱海市出身伊勢ヶ浜部屋呼び出しは勝之であります。お伝えしましたように大関の豊昇龍と平幕の熱海富士の対戦、これは今熱海富士が3連勝中、いずれも左の上手を引いて熱海富士得意の形を作って大関豊昇龍を下しています。さあ先ほどはね、あの豊昇龍の方からも少し話を聞きましたけれども、熱海富士の方ですね、まあ、もちろん今場所いろいろな立ち合いを見せてはいるんですけれども、やはり一番いいこう左の前回しを取って前に出る相撲ですか。左の上手を取ると強いなという感じはしますね。あの豊昇龍戦でもですね、左の上手を取った時はもう豊昇龍の方が力負けしているのが分かりますよ。大関に対してですか。豊昇龍はですね、当然それは分かっていると思いますが、どう遠ざけていくのか。豊昇龍も立ち合いからいい突っ張りを持ってますから、はい、まず突っ張ってですね、相手をこうできれば押し込んで慌てさせて、そして自分が先にこの得意の左ですかね、上手を取ると、はい、そして熱海富士には左の上手を与えないという形を作りたいですね、うん、ですから真正面からではなく、はい、例えばこう上手を取って少しこう横につきながらこうスピードで翻弄するですとか、はい、そういった豊昇龍らしいところを狙ってくるでしょうかね、はい、さあ両者仕切りを重ねています。まだ時間前です。先ほど熱海富士が入場してくるときですけれども、ちょっとやはりあの御嶽海がストレッチャーに運ばれる際にだいぶ時間がかかりましたので、その後の相撲の仕切りが少し短めになりました。熱海富士がだいぶ入場が遅れて慌てて、相当力士としては早足で土俵だまりまで歩を進めてきていました。さあ両者が今時間前仁王立ち、視線をぶつけ合って、まだ時間前ではありますが足を下ろしていきます。ここは仕切り直し、呼び出しが立ち上がりました。制限時間いっぱいです。まだ大関との地での優勝が待たれる豊昇龍、あ今両者が同じように白房下で豊昇龍大々色のタオルをずっと顔に当てて静かに今集中力を高めていました。同じように赤房下は熱海富士、同じように顔におしぼりを当てて少し時間が静かに流れていきました。熱海富士向き直りました。豊昇龍右手に塩を掴みました。そして向き直りました。そして先に熱海富士が塩を撒く。遅れて豊昇龍塩を撒いた。だいぶ豊昇龍の表情がやはり厳しく変わってきました。さあ連勝を伸ばすことができるか大関の豊昇龍。それとも今場所も熱海富士が大関豊昇龍を破るのか、待ったなしの声がかかります。非常に渋い濃茶の装束、金の紋所が浮かび上がります。行司の木村翔太郎、シーンと静まり返りました。福岡国際センターの館内です。まだ腰は下ろしません。足の位置が決まっているのは熱海富士、腰を沈めていきました。遅れて豊昇龍、豊昇龍はいつも相手に先に手をつかせます。これはいつも通り手を下ろしました。さあ立ち上がりました。踏み込んだのは豊昇龍、突き放していく。しかし右の喉を出して左で抱えた。熱海富士が出ていった。どうだ、押し出し。いやしかし豊昇龍だ。どうやら押し込んでいった際に熱海富士の左の足もちょっと俵を踏み越えていたように見えましたが物言いです。
着の瞬間わずかに翔太郎も一瞬迷ったように見えましたが、しかし攻めていたのは完全に熱海富士、右の喉輪、そして左は小手に巻くようにして正面土俵に豊昇龍を押し込んでいったところで熱海富士の左の足が出たかどうか、ここは行司の判断 も判断も難しいところですね、はい、熱海富士の左足土俵の外に出てる時にはもう豊昇龍の体はもう土俵の外ですね、もう逆転不可能な不可能な体勢ですね。おそらくそれもあって木村翔太郎は逡巡したのだと思いますけれども、はい、がついています。軍配は豊昇龍に上がっています。ただ後でスローで見るとどちらかというとこれは熱海富士かなという気はしますね。熱海富士有利な形ですか、はい、立ち合いから豊昇龍は今日は突き放していきました。熱海富士はですから左の上手、右の突き放しを受けましたので左の上手を取ることはできませんでしたが、その後です、熱海富士が右の喉輪でぐいぐいと押し込みながら、左はもう回しではなく豊昇龍の右手を左から抱えて圧力をかけていきました。問題はその爪の部分、そうですね、豊昇龍の体をどう見るか。ただ最近の、審判の判断はですね、はい、この体がかなり土俵の外に踏み込んでいても、はい、残ってたと取るケースもあるんですよね、増えてるんですよね。競技が終わりました。正面審判長席は久米川親方です。説明があります。ただいまの競技について説明いたします。行司軍配は豊昇龍を有利と見てあげましたが、豊昇龍の体が先に出てるのではないかと物言いがつき、協議した結果熱海富士のつま先が先に出ており、行司軍配通り豊昇龍の勝ちといたします。いやー、これは大変に際どい判定ではありましたが、軍配通り勝ったのは豊昇龍、6連勝です。そしてしかし今花道を下がっていく熱海富士に対して大きな勇み足がありましたので拍手歓声が送られています。勝負結果勇み足、熱海富士に勇み足がありました。勝ったのは豊昇龍、まあ、勝ちを拾ったと言ってもいいかもしれませんけれども、うん、そうですね、勝ちを拾いましたね。今土俵下で少し伏し目がちに体に汗を光らせながら豊昇龍は立っています。熱海富士の私は豊昇龍の体はもう死んでると見ますけどね。大変際どいタイミングではありましたけれどもね。右足はもう土俵の外に大きく、踏み込んでいて、左足ももうかかとだけですからね、はい、豊昇龍のかかとだけですからね、俵についているのは。あと体はもう外側にもう斜めに傾いてますから、はい、よくこういうことはあの相撲界では体がないという言い方をしますけれども、はい、もう体がもうないのではないかと、いうことですね。タイがもう死んでたという判定は最近の少なくなってきましたね。先ほども言いましたけども、なるほど、ですからもう、はい、いわゆるもう本当にもう物理的にと言いましょうか、先にもう少しでも体の一部がもう俵の外に出た方が負けという判定が多いわけですね、はい、ですだから、まあ、あの力士たちもですね、最近の審判部はこういうふうに判定するんだと判断するんだということもよくあの意識して見ておいた方がいいですよね。難しいですね、これだけのスピーディーな攻防の中で、そういうことも少し頭に置いておく。いやでも相手のもう腕一本にでも、ね、しがみついてあの残ってたら、はい、ちょっとでも相手がこう外に土俵から足を出してくれたら自分に軍配が上がるんだということで、はい、東前田氏が3枚目、そういう土俵際の対策というのも考えておいた方がいいですよね。なるほど、小林さん、はい、敗れた熱海富士ですけれども、あの足早に戻ってきて付け人にですね、 NHK のちょうどモニターがある前のところで、どっちだどっちの足が出たんだということで、全くあの左足が出たという感覚がなかったようですけれども、ただあの映像の再生を見ながら、うん、これか、うん、でも大関の体はどうなんだっていうことでかなりあの、悔しそうな感じではありましたけれども、まあ、ちょっと慌てて出てしまったかなというところは一つだけ反省はしていました。そうですか、
いやもう今日の一番はもう仕方がないですよ。まわしを取れないかったんですけど、最後あの、はい、どちらでしたっけ、右か左の喉輪、右の喉輪ですね、右の喉輪で、もう豊昇龍の状態ももう、あの反ってましたしね、そうですもうくの字になるように押し込んでいきました。そこはもう体預けていくしかなかったですね。左からも抱えていましたので、もう豊昇龍はもう身動きも取れないと言いましょうか、はい、もうあとは下がるだけになってしまいました。いやなかなか大変微妙な決着ではありましたけれども、いずれにしても豊昇龍はこれで6連勝に伸ばしました。幕内で6連勝は豊昇龍と大野勝の2人という展開に変わっています。熱海富士は敗れて2敗です。豊昇龍は6連勝で明日が阿炎、熱海富士は4勝2敗で明日結びの一番で琴桜戦です。熱海富士のつま先が出るのと豊昇龍の体が土俵の外にあって死んでたと、取り直しということになればですね、はい、さらにお客さん満足したかもしれないですね、納得したかもしれないですね、そして全てが丸く収まったかもしれないですねいやでもこれもやはりこう実際に見ていた行事、そして審判団の判断ということで、これも一つ相撲なのかもしれませんけれども、ね、まあそうですね。さあちょっと大変な決着に今なかなか次の一番のお話を伺う前に制限時間いっぱいになってしまいました。4勝1敗の阿炎4連勝中、対して4勝1敗大関琴桜、前回の対戦では琴桜が勝っています。前回は阿炎のもろ手突きからの回り込みに琴桜がよくついていって押し出しで勝ちました。しかし阿炎は今場所大関の大の里を破っています。行司は42代式守伊之助、よく通る低い声が館内に響きました。大関豊昇龍は勝ちました。琴桜はどうか、制限時間いっぱいです。立ち上がりました。すぐに引いた阿炎、それについていく琴桜、阿炎もう一度押し倒す、しかし琴桜のいなし、それに対して阿炎下がった、押した、押し出し、琴桜の勝ち。相手を正面に正面に置いて回り込ませませんでした。ただいまの決まり手は押し出して琴桜の勝ち。立ち合いから阿炎はいつものようにもろ手突き、それに対して琴桜がまず立ち合いでこう当てがうようにしますと、すぐにもう阿炎が引きました。もちろんこれは頭に入っています。琴桜正面に置いて突き返していきますけれども、阿炎も負けじとやはり押し返していきます。それに対して琴桜左からのいなし、これで少し阿炎が逃げ腰になりまして、回り込んでいくところを琴桜向こう正面方向に押し出しました。前回の対戦と同じようによく相手の引きにもついていった琴桜、押し出しで勝ってこれで5勝1敗。中盤戦大関琴桜白星スタートです。さあ今日の大関の相撲はどうでしたか。今日は落ち着いてましたね。こう向きになって相手をこう追いかけるわけでもなくですね、はい、よく相手のこのいなしとか横の動きを見ながら攻めてましたね。ちょっと今日琴桜の話を伺う間があまりなかったんですけれども、はい、琴桜はここまでどう見ますか。今日の相撲も含めてですね、相撲内容はいいですね。守るだけではなく攻める相撲もありますしね、はい、特に小柄な力士と相撲を取るときはとてもこううまいなと思いますね。昨日も裏に対してこう右をこう覗かせながらこう相手に回り込ませずに圧力をかけていきました、はい、そうですね。注目の若隆景戦でもですね、立ち合いでさっとこう右を覗かせて、はい、起こしながら出ていくあたりがうまいですね。右の返しで完全にもう胸を合わせました。さあこれで琴桜5勝1敗となって、明日が熱海富士、これも明日結びの一番、注目の一番です。阿炎は4勝2敗、連勝は止まりました。明日が豊昇龍戦です。さあ今日の結びの一番、大の里対若隆景です。石方大関大の里
石川県河北郡津幡町出身二所ノ関部屋東方若隆景東前頭二枚目福島県福島市出身荒汐部屋呼び出しは二郎本日結びの一番であります。まだ土俵上では懸賞幕が回っています。その懸賞幕の中にあって新大関の大野様そして若隆景が今仕切りを重ねています。四股を踏みました。おとといは敗れました新大関の大野里しかし連敗はしませんでした。4勝1敗で序盤戦を終えて新大関の場所中盤に入ります。難敵が続きます。昨日は熱海富士を破りました。今日が若隆景まださらに残っていた懸賞幕が今館内を回りに至りましてまた福岡国際センターの館内からは大きな声援です。さあこの両者の対戦です。今日は舞の海さんからは、まあ、やはり大野里 の前回は若隆景が勝ちましたけれどもまだ十分に自信にはつながっていないのではないかというお話でした、はい、さあどうでしょうね挑戦をする若隆景の方から見ますと、はいまあ、やはりあの右差し大野里の右差しはしのがなくてはいけません。右差しの前にまずこの大野里の立ち合いの出足を止めたいですね。なるほどまず右左云々ではなく当たりをまず止めると、そうですね押し込まれてもなんとか回り込んで残って大野里の動きを止めたいですよね。そこからですよね左を差すとか右を差すとかですね前回しを取ると。今場所のここまでの若隆景の相撲を見てですねその大野里の当たりをどうでしょう止められそうな降参はありますか。降参はまず低く強く踏み込むのと同時にこの左の使い方ですよね。もう絶対にこの右を差しに来る大野里 に対してですねもう絶対こう刺させないと少しでも刺されればこう大野里はこう差し込めた時にさらに出足が増してくるんですよね、はい全く右が差せないとなると出足が弱くなりますから。確かに今場所追い込まれた相撲といいますと平戸海にこう中に入られて、交代させられた相撲がありましたね、はい、そして阿炎には少しこう諸手から引かれて前に泳がされるような形になりました、はい。どうでしょうか。西に大野里東に若隆景ということは向こう正面側の攻防になります。その向こう正面側には42代式守伊之助紫の装束金の紋所大柄な大野里と並びますとひときわ小さく見えます。待ったなしの声今日の結びの一番大野里対若隆景です。立ち上がりました。若隆景踏み込んで左の押っつけだ。十分に右は入らないぞ。若隆景ここを出た押し出し。若隆景の勝ち。大関大野里6日目で2敗。ただいまの決まり手は押し出し。押し出して若隆景の勝ち。まさに若隆景の相撲左押っつけ大野里右差しは向こう正面は戸部さんです。戸部さんもう入らなかったですね、はい、あまり踏み込みがなくてですね大野里若隆景の低い左の押っつけでもう交代してしまいましたね、はい、となりますともうさすがに舞の海さんのお話にもあったようにもうやはり右が入らないとすぐに慌てて、今日もはたいてしまいました。そうなんですよ。これはまともなはたきでした、はい、若隆景がもう落ちずにそこをまっすぐ出て押し出しもう右はさせない押し込んでいっても相手は下がってくれないもうすぐに強引にはたきに行きましたね。自分の方に呼び込むような悪いはたきですね。若隆景が勝ちました。これで4勝2敗
大の里敗れて4勝2敗と変わります。若隆景は放送席インタビューです。放送席、それでは大関大の里関に勝ちました若隆景関です。おめでとうございます。大関を引かせる相撲内容になりました。感触どうでしたか。まあ、そうですね、まあ、下から、まあ、なんとかついてきてよかったと思います。当たり勝ったようにも見えましたが、関取本人どうだったでしょう。いや、ちょっと覚えてないですけど、はい、思い切って当たっていくと思いました。久しぶりに上位総当たりのこの幕内後半に戻ってきました。雰囲気どう感じてますか。まあ、楽しみながら一日一番自分らしい相撲を取ってきたなと思います。勝った相撲は関取らしく、敗れた相撲では少し首をかしげるようなところもありましたけれども、ここまでの6日間内容どうですか。まあ、明日からも、まあ、自分らしい下からの攻めを出していきたいと思います。期待しています。おめでとうございました。しょ、若隆景関でした。さあ、残り時間が40秒となりました。若隆景の話も聞いていただきましたけれども、はい、舞の海さん、はい、明日からの楽しみ、大の里の相撲を今日ご覧いただいても踏まえてお願いします。いや、これでさらに優勝争いが面白くなってきましたね。分からなくなってきましたね、はい、これで6連勝は豊昇龍と大の勝、そして1敗で琴桜、隆の勝、御嶽海、豪ノ山と続く展開になりました。さあ、大の里はここからどう巻き返していくのか非常に楽しみです。それではこの辺りで大相撲九州場所6日目福岡国際センターからお別れします。ありがとうございました。